はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしていますで。普段ビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧くださいで。今日ご紹介する本はこちらの異文化コミュニケーションキーワードというタイトルの本になります。 でこの本は1990年に発売されている非常に古い本なんですけれども、まあ、その異文化におけるまあコミュニケーションとかそもそも異文化っていうのは何なのかということをまあ100個のキーワード形式で説明しています。 あの非常に分かりやすい本で、えー、例えば1つのテーマについて、えーまあ、基本的にはこの見開きの、えー、と2ページで説明されています、なので、端的な説明と、またあの分かりやすいテーマで解説されていたなというのが、まあ、全体の印象です。で、私自身、今、えー、と海外で生活をしていまして、まあ、会社の駐在員として暮らしてるんですけれども、その中でまあ感じたこととか、まあ、この本の中で書かれていて、面白いなと思ったことを合わせて、えー、今日は3点、ご紹介をしたいと思います。 1で一つ目は文化の違いっていうのはそもそも何なのかということ2つ目が個人主義と肝心主義という2、えー、つの考え方の違いでこの肝心主義っていうのは人間という漢字をこうひっくり返して間の人と書いて肝心というふうに言っていますでこれは人と人との間柄を重視する考え方と いうことで個人主義のまあ反対側にある考え方ということですね。で、この違いについてえお話をしたいと思います。で、最後3点目は、合に言っては合に従えと、まあ、現地主義っていうのが、ああ場合によっては重要ですよということを説明したいと思います。で、まず1つ目の文化の違いなんですけれども、これは、この文化っていうものの中にも、まあ、3つの側面があるということが、この本の中では言われています。で、1つ目が物質文化、で2つ目が精神文化、で、最後3つ目が行動文化と。 いいううつの、えー、側面がありますということこですであのここで一般に文化というふうに言うと我々は何かこう難しいものを考えたりとか伝統芸能であったりとか芸術とか、えーまあ、その集団がこれまで脈々と受け継いできたものと、まあ、そういうようなイメージを持つことも多いんですけれども実はそう,いうもんなんそういうもんではないんですということをこの本の中では、えー、言っています。 どういうことかというと我々が今当たり前に暮らしている日常の生活の中でも、えー、やっぱりその自分が今、まあ、海外に来てみてですね、えー、日本とは違うなというふうに感じることが非常に多くあります例えば、えー、ご飯が、えー、全然おいしくないとかすごくお金がかかるとか、まあ、例えばクオリティの高い T シャツがないとかクオリティの高いボールペンがない街が汚い、えー、まあ雨がよく降るとか。 まあ、なんかそういったあのすごく小さな違いでもですねその、えー、小さな違いとか、えーまあ、行動様式の積み重ねが、まあ、社会の文化を作ってますので、えーとまあ、文化と聞くとなんとなくこう、えーまあ、特別なものとか我々の日常と普段関わってないものというようなイメージを持つ方もいると思うんですけれどもそうじゃないと。 いうこことをのの本の中ではまあ強調してますでその上で、えー、先ほど言った物質精神行動文化っていうのを簡単にご説明をするとまず1つ目の物質文化っていうのは今まさに言ったような、まあ、社会の豊かさとしてのし、えー、側面ですね。 具体的には衣食住といったような側面です。だからさっき言った、えー、ご飯が美味しくないとか、えー、着ている T シャツのクオリティが低いとか、えー、家の、えー、冷暖房が良くないとかまあそういうことですね。で2つ目が精神文化です。で精神文化というのはまあその社会のしゅまあ、集団の持っている考え方価値観世界観というものですね。で例えば、えー、まあ、キリスト教徒が多い国であればやっぱりキリスト教的な、えー、まあ、考え方であったりとか表、えー 方法っていいうのは非常にたくさんあると思いますし、まあ、日本には日本で、えー、まあ価値観があると人前ではえ騒がないとかですね逆にあの違う国に行ってみれば人前で主張しないことは罪だというふうに考えられている国ももちろんあるわけで,で今もちろんと言いましたけれども私自身自分でえ海外に出てみるまではですねそんなことを考えることもなかったです人前で騒ぐっていうことがいいことだなんて思うわけもなかったんですよねだけれども実際に出てみると、まあ、そういう価値観の違いっていうのが非常にたくさんあると。 いうことですで最後3点目は行動文化でこの行動文化っていうのは、まあ、あの今言った精神文化、まあ、価値観とか世界観から表現されてくる実際の行動様式ですね例えば日本はまあ出る杭は打たれるというふうに言われますけれども、えー、他の国では逆に出てこないと、えー、引っ張り上げてもらえないとか、まあ、そういうような表現もきっとあると思いますなので、えー、とやっぱりその、まあ、集団が持っている文化が違えば行動様式も変わってくると こういった、えー、まあ物質精神行動といったような文化の違いがあるから、まあ、異文化とのコミュニケーションというのは非常に難しかったり、まあ、楽しかったりするということです。で長くなってますけど2つ目の個人主義と肝心主義義ととといいいいいう考え方の違いについてご説明をしたいと思いますでまず個人主義というのは、まあ、あのよくわかると思うんですけども、まあ、一人一人が自分のことをまあ考える、まあ、独立して自分のことをまあ中心に考えて そのえ自分の考えというのを主張して結果として全体の集団が形成されてくるといったような考え方かなというふうに思います。でそれに対して肝心主義というのは、まあ、人と人との間柄というのを非常に重視していて、えーまあ、全体がまずあってその中で、まあ、一人一人がどのように相互作用して、えーまあ、存在しているのかというような捉え方がなんとなく近いんじゃないかなというような印象です。で、えー、とこれもやっぱりあの、まあ、国によって文化によって明らかな違いがあって、まあ、日本は肝心主義と。 まあ、人と人との間柄を重視する関係というのが非常に強いと思うんですけれども、えー、例えばアメリカなんかでは、まあ、個人主義というのが非常に強いと思います。で、えー、っとそれに加えて、うんとまあ、宗教等の影響もですね、えーまあ、あって例えば日本なんかでは、えーまあ、この本の中に書かれてますけれどもその仏教とか神道というのは人間と自然と神、まあ、仏というのが、えー、こう三位一体というか 全体にこう相互作用し合ってまあ生きているんだけれども例えばキリスト教圏においてはもう神が絶対的に一番上であると。でその神が自然を作ってその自然の中に人間がいると、まあ、そういうような序列で、えーまあ、あの存在しているというふうに考えているそうです。なので、えーとまあ、そういう考え方の中ではですねやっぱり、えーと その神のもとに、えー、存在させていただいているキリスト教徒の一人であるから自分たちは堂々と自信を持って、えー、何でもやれるんだ、えー、自分の意見を主張していいんだなんて神様っていう絶対的な存在がいるからこそ自分の意見をこう堂々と主張できる、まあ、あの根拠のない自信とかってよく言うと思うんですけども、まあ、そういうようなメンタリティーが保てるんじゃないかなということを、えーまあ、よく感じますあの。今私はキリスト教圏の国にまあ生活してるんですけど えとちょっとこれ説明がうまくいってないかもしれないんですけどやっぱりまあ異文化の中でまあ宗教とかその個人主義肝心主義っていうことをまあ感じるっていうことはあの非常に面白いですね。 でまあ、日本人はあの基本的にその個人主義、個人主義と言ってもやっぱりそれは日本の中での個人主義なのでやっぱりレベルが違うというかですねあの体感してみると非常に面白いインパクトがありますと、まあ、まずは世の中にそういう違いがあるということを知って興味を持っていくというのは、まあ、重要なんじゃないかなと思います。で最後3点目の「合にっては合に従え」というところは、えーまあ、現地主義というふうにも言いましたけれどもこれはまあ主にまあ海外で、えーまあ、一時的に生活をする人、まあ、例えば海外駐在員のような形 でまあ数年間来てまあ帰っていくような人に向けてのアドバイスだったと思いますでまあこれは言葉の通りなんですけれどもやっぱりですねどんな文化館においても違いっていうのはありますとでその違いがある中で自分が持っていた もともとの生活していた国の文化を、まあ、重要視してそれをこう相手に押し付けるのではなくてやっぱり現地を尊重して現地の生き方を学ぶそして現地の人と一緒に、えーまあ、一緒の行動様式で一緒に生きていくということが、まあ、この異文化におけるコミュニケーションの中ではやっぱ一番重要なんですよということがまあ書かれています。でこれは言うはやすし行うはかたしなんですけれどもやっぱりなかなかですね こう日本人駐在員の間で固まってしまったりとか、えーまあ、どうしても自分の居心地のいいところに、まあ、逃げてしまうということがある中で、まあ、どれだけその海外の人たちとまあ腹を割って話をして、まあ、実際に一緒に苦労していくかということがまあ重要なんじゃないかなということを、まあ、自分自身の経験を通じても感じます。はい えー、まあ、以上ですね。あのちょっと私の経験談も入って、えー、いますので少しぼやっとした内容にはなってしまったんですけれどもこの本1990年に書かれている本とはいえですねもう本当に今読んでもあの十分内容が参考になる素晴らしい本だったというふうに思います。はい今日は以上です。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします。はい失礼します。